ながらビューティーエクササイズ、イエーイ。さあ、前回もにちょっと触れましたが、少しお金かかりますシリーズその2になるんですけれども、こちら、美容液です。奇跡の一滴をあなたの肌にとか書いてある、こういう歌い文句ね、私結構信じないタイプなんですが、これは使い続けて1年経ちました。どういうものかっていうと EGF ブーストなんですけれども、まあ、手持ちの化粧水などにこう 1,2 滴混ぜて使うという美容液なんですけれども、この EGF っていうのが何なのか簡単に説明します。私も専門家じゃないのであんまり詳しくはわからないんですけど、もともとはやけどなどの皮膚再生医療の分野で皮膚の回復を促すために使われているタンパク質がこの EGF というんだそうです。で、これをですね、要は原液を手持ちの化粧水などに混ぜて使うことで、まあ、肌の再生を早める、助けるという効果が得られるわけですね。で、最初に使った時に思ったのが、朝起きた時の肌が違うと思いました。それで1年使い続けてるわけなんですけれども、これは細胞の生成を促すなんかカプセルが入ってるらしい、ごめんなさい、らしいばっかりで申し訳ないです。まあ、詳しくはググっていただくと出てくるので、ちょっとそっち見てほしいんですけれども、で、値段を言っちゃうとね、ちょっと高い。これ1本 20ml で 17,250円、税別。ちょっとこうやって聞くと高いじゃないですか。なんですけど、私が使ってきた結果、4ヶ月ぐらいこれ1本で持ちます。なので、5000円しないぐらいですよね、1ヶ月ね。で、じゃあどんな化粧水に混ぜてるかっていうと、オールインワンのジェル、1000円しないようなやつに混ぜて使ってます。ですから逆に普段使ってるものを安くして、この EGF ブーストを垂らす形で、使ってるし、あとオールインワンなので、化粧水乳液あれもこれもじゃなくって大丈夫なので、ちょっと楽だなと思って使ってますので、皆さんも朝夜の化粧水つけて、乳液つけて、美容液つけて、美容クリーム塗ってみたいなこの流れがめんどくさい、でも肌をきれいな状態で保ちたいななんていう方には、ぜひおすすめの、EGF ブーストを今回ご紹介しました。1年使った結果、肌の調子はかなりいいですので、ぜひ皆さんも一回試してみてください。